こんにちは。こんにちは。ちょっとこの提灯すごいですね。なあ、なんか雰囲気あるよな。うん。居酒屋さんっていうわけでもなく、うん、ちょっと異様な雰囲気を醸し出してる、はい。ここはなんか新しくんの知り合いの方がいるということで。そうなんよ。あの、はあ、先日舞台で共演させていただいた藤沢兄貴さんが経営されてるサムライカフェっていう場所なんよ。サムライがいる。そう、サムライが出てくるんだよ。出てくる。海外の人とか向けにいわゆるその侍を体験できる。ああ、そういうところ。そう、こう侍体験ができる、はい、カフェ。カフェ。僕もまあ、いや知らんねんけど詳しいことは分からへんねんけど、多分よ、はい、メイドカフェ的な感じで。あ、ご主人様みたいな。こう切られんのかい。そうそうそう言ったら切られんのかい。こう喉元は知らんけどね。サムライカフェやのにペイペイ使えるんですね、ここ。まあそうやな、時代は令和やからね。あ、もう入っていいんですか。とは連絡してやる。あ、じゃあ入っちゃいましょう。え、はい、知らんけど。はい、こんばんは。すいません。うお、すごい。お久しぶりです。いや、怖い怖い怖い。言った通りや。怖い。藤沢兄貴です。ご無沙汰します。兄貴。ご無沙汰します。藤沢さん、お元気そうで。藤沢兄貴さんです。あ、またお世話になりました。いや、こちらこそです。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。お忙しい中。サムライカフェでございます。サムライカフェですよね。僕もちょっと今日初めて来させてもらうんで、どんなとこなんかワクワクしてるんですけど。今ちょうどメンバーと稽古したんです。あ、そうなんですね。立てる。無能無能に口がちょっと浮き出てるのはちょっと面白い。やばいですか。いや、全然。面白い。薄いのしかなかったんですよね。めっちゃ面白い。逆に、はい、あんまり見えなさすぎのもいい。そうですね、そうですね。ちょっと見していこうかな。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。じゃあお邪魔します。なんかすごい場所やな。提灯。あ、ほんまや。一見銭湯じゃないけど、ここまでは。いやいや、入り口のね。あの感じ。いや、ここすごい。いや、失礼します。こんばんは。よろしくお願いします。新しいペースです。すいません。まあ、もともとインバウンドの劇場もやってた。はいはい、今ちょっとね、コロナで予約入らないんで。ああ、そうですよね。お休みしてるんですけど、一般のお客様に向けてのカルチャー教室。なるほど。まあ、縦教室とか。いや、そのサムライカフェっていうお名前は聞いてたんですけど、うん、どういう場所か想像してなかったんで、ええ、単なるサムライさんがいてるカフェみたいなのを想像してたんで。もともとは、はい、そのサムライカフェっていうイベント名なんですよ。あ、僕らがやってた。なるほど、はい、なるほど。昔はね、飲食店を借りて、はい、そこでイベントやってたんですよ。パスタ頼んでもらうのと一緒に、はい、あのアーレ注文していいですかっつって、はい、アーレって腰、はい、あ、はい、あの帯引っ張るやつ。はい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 、はい、アーレのとこ500円って、でお客さんが主役になるっていうイベントをやったんですね。アーレ500円。アーレ500円。すごいな。切りたい500円とか。ちなみに今日兄貴のこの格好は、これ忍者の棟梁です。忍者、はい、棟梁。はあ、偉いさんですかね。偉いさんです。皆さんの格好ってどんな感じなんですか、これは。まあ一応あんまり、まあ、顔隠してないですけど、一応忍者衣装。忍者、はい、忍者。ここから排出されてるみたいです。全国の盾。盾。全国の盾。ここから。全国の盾ってここからじゃないですか。ここが拠点。はい。はい、あの登竜門。あ、そうです、はい、若手の登竜門的な。そうですよね、はい、大きい言い過ぎじゃん。いやいや、だいぶ控えめに言ってますけど。ありますか。はい。ちなみにか軽くそのなんか、うん、軽くですよ、本当に。いいですか、ちょっと拝見しても、はい、そのあんまり見過ぎたらね、はい、ここから排出してるわけですからね。そうですよ、登竜門あんま見せられん。これ見て練習されてもね。そうです。じゃあほんまに一瞬で終わりますよ。はい、はい、お願いします。お願いします。すごっ、迫力がすごいな。うわ、声かけますわ。はい。はい。よー、スタート。よっ。全然追えなかったね。すごい。後ろの女性3人の方も
役割って何最後めっちゃかっこよかったんですよ。でも絶対兄貴が決めてて最後の人の3人はええとこ取っていってんなって言ってるちょっと遅かったごめんねうちらが行ってあれあーなるほど倒れてから私がやりましたみたいないいんですいいんですめっちゃかっこよかったんで目には残ったんですけど兄貴がかすかす兄貴一番かっこよかったでは、僕の得意技も、うんはい、ご披露したいと思いますがブレインダイブと言いまして、はい、人の脳に潜り込んで考えていることを当てるっていうマジックなんですけどちょっと今日使うのがお札千円札1枚、はい、別にこれ怪しいとこないですけど、まあ、一応調べてみて普通の千円です、はいこれ破って戻すとかではないです、はい、忍術の世界で僕分かんないですけどなんかこう息止めるみたいなのあるじゃないですかなんか池の中に入って、うんまあまあ、竹それ息止めてないでしょあでも最初のうち止めてるでしょ、まあ、千円を折って輪ゴムで止めときますでじゃあお一人どなたか手伝っていただきたいんですがいいですかはいじゃあ、ちょっと持っていただいてはいでちょっと忍者と対決じゃないですけどまあお遊びですけど、1000円を皆さんで相談していただいて誰か一人が1000円持っていただいてで全員グーしていただきたいんですで誰か一人が持ったら全員グーして一列に並んでほしいんですよ、うんはいはい、この状態で、うん、で僕に悟られないように意識をできるだけ殺していただいて、はい、僕はブレインダイブで誰が1000円持ってるかちょっと読み取っていこうと思いますので、はい、で僕後ろ向いてきますんで、はい、後ろ向いてる間にちょっとカメラにも分かんないように円になって誰か一人が1000円握って、はい、でこの状態で両手6人いらっしゃるんで12分の1ですよ ね、 すね、はい、じゃあ後ろ向きますんで、はい、相談していただいてオッケーオッケー全員グーしといてくださいねグーしてますグーしてますはいもう僕目開けて大丈夫ですか大丈夫ですはいじゃあ目開けますねはいではそうですこの状態ですこう胸に当ててはいはい同じポーズはいでは兄貴からはいはいいやもう悟られない言葉がおかしくなってるなんですかじゃあ一応指示には従ってくださいねはいでは右手をまず前にこう出していただいていいですか左手を前に出してくださいはいじゃあお願いしていいですかはい右手をはい、OK です。僕の目を見ながら、はい、左手をまず前に出して、はい、右手を前に出して、OK です。じゃあ右手をまず前に出していただいて、左手を前に出して、OK です。手を下げて。左手まず前に出していただいて右手を前に出していただいて結構動揺してますね下げてください右手を前に出していただいて僕の目を見てください左手を前に出してくださいちょっと緊張されてますなるほど結構皆さんポーカーフェイスされてましたし僕に悟られないようにされてましたよね、はい、ただ結構動揺されてたんで、はい、僕それ見逃さなかったんですけど彼の右手ですね開けてもらっていいですかええ読まれた読まれましたしっかり読まれてた修行型そうですかねちょっと修行もうちょっとしていただいて、はい、これがブレインダイブです
ありがとうございます。面白い。やってるこっちが面白いですよ。忍者と対決してる感満載だ。忍者対マジシャンってあんまこう YouTube 史上多分初だと思うね。でも絶対負けますよね。どっちがですか？僕が。本当ですか？はい、僕がやってるのが初恋の相手の名前を当てたりとか、その人しか知らない秘密の内容を当てちゃうみたいなマジックなんですけど、なんか全然誰でもいいんですが、どなたでも結構なんですけど、こんなのむしろ当てて欲しいみたいなのがもしあったら。私ですか？はい、全然考えていただいて結構なんで、なんかそう、私のこれは分からないだろうみたいな。あ、これ彼女から言っていいですよね？はい、もちろんです。はい。なんかちょっとネタ。はいはいはい。いや、全然相談していただいても大丈夫です。決まりました。決まりました。はい。じゃあその当ててほしい内容、はい、何にされます？私のペットの種類と名前をお願いします。はい、なるほど。ペットの種類ね。種類って難しいですか？いえ、頑張ってみます。すごい。ペットの種類とペットの名前ですよね。なるほど。皆さんはちなみにご存知なんですか？彼女が何を飼っていて、知ってる人と知ってます。知ってる。ペットの名前も知ってますか？なるほど。知らない。名前は分からない。皆さんバラバラですね。知ってる人もいるし、もちろん僕は今日初めてお会いするので絶対知らないですよね。はい、okay、ですじゃあちょっとチャレンジしてみようと思いますが、ペットの種類と、じゃあまずそのペットを想像していただいて、ご自身のペット、はい、頭の中で何のペットかをまず読み合ってみましょうか。はい、もう一歩近づいていただいていいですか？はい、頭の中で、そのペット普段遊んでる感じというか、ちょっとイメージしていただいて。結構難しそうですもんね。想像できます？ビジュアルで。まずそのペットが何かを読み当てますんで。ちょっと待ってくださいね。どっちにしようかな。もう少しだけビジュアルで思い浮かべてもらっていいですか？なんか、なんだろう、遊んでるところ。はい、あ、なるほど。犬か猫だと思ったんですよ、最初ね。ペットって大体そうだなと思ったんですけど、小動物系ですね。で、感覚としたらね、なんかガジガジしてるっていうか、ちょっと特殊な感触だったんですよ。こう、なんだろう、ハムスターじゃないけど、ハリネズミか。合ってます。ハリネズミ。合ってますよ。合ってます。すごい。ハリネズミで、こう呼んでほしいんです。いつもこう触ってる感じで名前を頭の中でね、口には出さないで頭の中で呼んでほしいんです。そう、ここにそういると思って。そう、そんな感じ。そうチャ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 、はい、はい、
ハリネズミのチャチャ、チャチャかな、はい、正解です。合ってますね。これがブレインダイブ。すごい。え、アレンさんはブレインダイブ見たことないんですか？初めてですか？いや、僕はもうね、やってもらいましょうね。はい、稽古、楽屋でね、楽屋でね、はい、元奥さんの名前当てましょう。当てた。気まずすぎる。でもめっちゃ湧いた。いや、ずっと目を見てるときにもう多分出てたんかなぐらい。もうこっちだけずっとなんかこうなってたのかなぐらい悟られないようにはしたんですけど、バレないようにはしてたんですけど、なんでだろう、もう今でもわからない。ちゃちゃって呼んでたらちゃちゃって呼ばはったんで理解しました。彼女が飼ってるのは知ってました。今彼女が何気にちゃちゃってやったような感じで、タラシさんが今ちゃ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 って言ったから、めっちゃ、ね、言ってて、自然当てる時に自然に言ってるから、でーってなって全然わかんない。この辺になんか見えてるんですか？なんかこの辺に見えてるのかな？確かにこの辺なんか見えてる。ずっと考えてるじゃん。もと読みを当てられた時から俺はずっと考えてる。あれはどうやってるんだ。もう打つ感じでだね。あ、こう。そうそうそう。これこうですよね。これ今一瞬で消えたの。あれ？どこ行った？どんな上達し？え、ちょっと待って。それえっと、え？チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive!